みなさん、こんにちは。ゆるモールの妻とおなつです。こんにちは。よろしくお願いします。今回ですね、ゆるモールが YouTube デビューをしてなんともう3回目の企画でございます。早い、本当ありがたいですね。イエイ。今回の企画はですね、働く方ならまあ誰しもが持っているお悩みなんじゃないかというのをテーマに、ズバリゆるモールで1週間フィスコーデ組んでみたー。イエーイ。今回1週間分のフィスコーデを、まあ、僭越ながら私が考えさせていただきまして、それを今回おなつにしてもらいながら、コーデのポイントとか、まあ、商品の紹介とかをしていければなと思いますので、ぜひぜひご覧ください。では早速おなつに着替えてきてもらいましょう。お願いします。ではまず月曜日から着替えてもらいましたので、早速呼んでいきたいと思います。おなつー、着替えてきました。かわいいっていうか綺麗。月曜日出勤してきました。どうですか？人事だね。人事ですよね。人事ですね。素敵。気分は人事です。気分は人事。今回あのコーデを組むにあたって、はい、曜日ごとにちょっとテーマをあの考えたんですよ。はい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 。なので今回月曜日にもテーマがあります。お、知りたい。週の初めに姿勢を正して1週間頑張るぞー。おー、イエーイ。社会人の清掃アイテムの一つの、ま、ジャケットを今回チョイスしました。今回はスマイルランドさんのジャケットを使ってます。ストレッチコードレーンめっちゃ動きやすいと思いました。シリーズらしいんですけど、どうですか？めっちゃ動きやすいです。めっちゃ動きやすい。しかもなんか通気性がいい感じの生地なんで、うん、なんか全然暑くないです。本当に、はい、夏にぴったりやん。ぴったりです。いいね。で今回そのジャケットに合わせたのがジーラさんのトップスになってます。どう、このレースが結構可愛いな。めっちゃ可愛いと思いました。なんかあのジャケットにこのレース合わせることによってなんかよりいい女感、バランス取れてますね。スカートとパンプスなんですけど、スカートが、ラナーさんで、パンプスがキューティアランドさんと、はい、今回商品を使ってるんですけど、まあ、どっちもこうストレッチ効いてるし、走れるパンプスって言われてるぐらい結構歩きやすくて動きやすい。めっちゃ歩きやすいし、フィットするんで、うん、もう脱げないし、うん、なんか長時間履いてても疲れなさそうな。姿勢正しつつ1週間頑張るぞっていうところで、やっぱ動きやすさとかもすごく重要かなと、ね、思ったところで、はい、今回じゃあ月曜日こんな感じにしたいと思います。はい、じゃあ続いて火曜日着替えてきてもらいたいなと思いますので、もう一回着替えてきてください。お願いします。行ってきます。行ってらっしゃい。おなつー。はーい。素敵。めっちゃ可愛い。可愛い。フェミニンな感じで、うん、めっちゃいいよ。ラベンダーで統一。そう、気づいてくれました。はい、気づきました。そうなんです。今回セゾンヌパピヨンさんのトップスと、今回アミアミさんのパンプスなんですけど、同じカラーをちょっと合わせてドイツから出してみたんです。かわいい。やったー。今回はですね、今日はオンラインミーティングが多いので顔周りを印象的に、おーということで、はい、今回特徴のね、エリに特徴のあるトップスとアクセを今回持ってきて、顔周りを立体的に華やかにちょっとしてみました。で、まあね、座りが多いかなと思ったので、はい、下は今回ジーラさんのパンツを合わせたんですけど、どうですか？テーマを聞いたら納得しました。本当に？はい、いいなって感じした。めっちゃいいと思います。オンラインだとやっぱ上半身映ることが多いので、うんうん、ここら辺にインパクトがある印象がある格好だとすごいいいなと思います。続いて水曜日に行きたいと思います。おなつ、よろしくお願いします。行ってきます。行ってらっしゃい。おなつ、どうも。しごでき女子やん。何、めっちゃかっこいい。かっこいいですよね。さっきとまた印象違うけどすっごい似合ってる。で今回こんなかっこいいおなつに来てもらったんですけど、テーマがこちらもあります。大事な商談、バチッと決めて気合を入れるぞ、コーデー。商談があるですね。そう、今日のおなつは商談があります。大事大事。はい、なので、まあ、相手に
ちょっとあの不快感を与えないように、うん、っていうところで、まあ、清潔感を感じるような色合いを今回意識しました。なのでスマイルランドさんの、はい、ブレーチェック系の、まあ、スーツなんですけど、はい、それに夏の、夏にこうぴったりなブルー系のインナー合わせてみたんです。これはキューティーですね。はい、どうです、なんかマシュマロタッチミントっていう名前なので、うん、名の通り名の通りふわふわしてる、そうでいい、はい、気持ちいい、めっちゃ気持ちいい、マシュマロ着やすいですね。だからそのインナーとしても全然不快感が、うんうんうん、いい感じで、いい感じ、スーツもなんかチェック入ってるからかわいい、なんかただのグレーじゃないところがすごい、なんかあのトレンドを少し取り入れてる感あるし、スーツスーツしすぎず、確かになんかセクシャルにスーツ、うんうんうん、ユキティアさんのグレージュのちょっとパンプス合わせてみたんです、はい、どうですか。めっちゃいいです、気合い入りますね。これ相談成功する、いける。じゃあ次は木曜日に着替えてきてもらおうかなと思います。いってらっしゃい、いってきます。おなつー、はーい、かわいい、なんかインスタによく見るあの淡い系女子、今回またガラッと印象変えてきたんですけど、今回のテーマを発表したいと思います。教えてください。はい、今回は事務仕事が中心の予定だから気持ちラフな着こなしをコーデイエーイ、はい、木曜日のおなつの予定は事務仕事が中心という予定なので、若干ゆるっとしたシルエットでもいいかなということで、今回はあのジュノアさんのサロペット、ラウラーさんのトップス合わせてみました。どうですか。めっちゃ組み合わせかわいいね。襟が上がるんですよ、からサロペットとあのキャミソールとかと合わせた時に、あの普段のとこ入っちゃう、ここに紐があるんですけど、襟の下に行くっていうのが今回ちょっと個人的なポイントです。アミアミさんのパンプスがめっちゃかわいいの。こちらこちら、このスクエアの形とあのチラ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 、え、どうですか。めっちゃ可愛いです。このデザイン初めて見ました、ね、今日のコーデに合わせられたらめっちゃいいと思って、うん、これあのポケが、そう、そこポイントです。やっぱなんか仕事から携帯持つこととかも多いし、うん、移動とかも多いんで、うん、携帯をね、うん、入れるポケットがあるっていうのは結構大事、重要ポイント、ね、はい、ということで木曜日は以上になりますので、ついに最後金曜日を着てきてもらいたいと思います。イエイ、はい、おなつお願いします。いただきます。イエーイ、ついに最後です。最後の金曜日のコーデ、おなつに着てもらいました。では呼びたいと思います。おなつ、どうも。いい、めっちゃ爽やか、金曜日コーデ素晴らしい。え、めっちゃいいね、なんか爽やかだし夏っぽいしスタイリッシュ。同期と仕事終わりにちょっといいところでご飯コーデ、最高。やっぱ金曜日花金なので、仕事終わった後に、まあ、同期とご飯に行きたいな、はい、ね、なんかこうかっちりしすぎてても、うん、ちょっとなんかつまんないなというところで、うん、今回はきれいめカジュアルに仕上げようと思って、ジャケットとデニムを合わせたんです。どうですか。デニムなんですよね。これデニ、そうデニムなんです。これちょっとねグレーかかってるから、うん、あのピエロさんのデニムなんですけど、パッと見デニムっぽく見えないからオフィスにも着ていきやすいって感じなんですけど、うん、で今回はカラージャケットを主役にしたかったので、あのこのカラージャケットユアーズさんなんですけど、中のコーデはあのすごいシンプルにしようかなと思って、ピエロさん、ピエロさんで、今回アミアミさんとちょっとネックレスにアクセントで CRB さんのアクセをつけてみたんですけど、どうですか。これ花金コーデですか。出かけたくなります。出かけたくなる、はい、仕事マッハで終わらせようって思うよね。思える、はい、というところで今回の金曜日コーデ以上になります。あー、イエーイ、どうでしたか。私プロデュースのお夏1週間コーデ、とにかくセンスが良かったです全部。本当に、はい、もう着てて全部楽しかった。嬉しいめっちゃ嬉しい。
で今回動画内で紹介した商品に関しては概要欄からぜひチェックしてみてください。参考になった、楽しかったなと思っていただけた方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。以上、ミルウォールでした。